はい、皆さん毎度毎度。はい、ヘアカラー終わってね、カラーで巻くお客様ね、髪の毛が少なければ細毛だったりね、別に問題ないんだけど、髪の毛が多い方で巻く方のカットは、まあ、全体に昔のレザーで切るような感じがいいんだろうけど、今ハサミでそれ切るからね、セニングとね、カット理論があんま通じないんだよね。思いどこをどう軽くするかとか、レイヤー入れてペランペランになればすく必要もないけどね、髪の毛多いところっていうのはただ単に短く切ると重くなるっつうの、巻いた時に。だからすいて毛先細くしなきゃいけないし、なんか今までのカット理論となんかちょっと違うね。昔のレザーでカットしてた人ってのは何を考えて切ってたんだろうね。当時はブラントカットの理論ってのはなかったよね。床屋さんはブラントカット系だったよね、刈り上げだの上の長さとかね。で、昔のレザーカット50年ぐらい前の話だよね、それこそね。ああいう時は自分で巻くってことなかったからね、カーラーで巻いて美容師さんがセットしやすい切り方だけど、現代のこういう方のカットはご自分で家で雑に、まあ10個ぐらい、なんかかなり少ない本数で巻いて、それをどうきれいに仕上げるかっていう感じ、そういうカットの切り方っていうの考えると何をどうしていいんだか分からなくなるね。とりあえずお客様の話聞きながら、どこがどうなのって聞きながら切るしかないね。だけどこういうね、ミドルの長さのマダム、ブローでやるっていうのは無理だね。でしかも巻くからちょっと強めにかけてっていうから、もう絶対ブローできない頭なんだよね。それはやってやれないことはないけど、ろくな頭になんないよね。やっぱ巻いちゃった方が綺麗だね。だから楽勝だね、巻くと楽勝だね。手間ちょっとかかるだろうって言ったって、ブローやってる最中のね、気まずさったらないよね。ロールブラシでさ、ブローするじゃない、お客さんただ我慢して座ってるような感じが丸出しだよね。やってるこっちもさ、目が点になってね、黙々とロールブラシでブローやってさで仕上がりが綺麗かしたら、そうでもないよね。ただロールブラシでやりましたみたいにね。若い美容師さんなんかがこういうお客様ね、担当した場合ね、もうブローで仕上げるってのは無理だから、やっぱりカーラー、ホットカーラーね、巻くのが早いんで、ホットカーラーは常にね、コンセントをできれば刺したまんま出しっぱなしで、スイッチ1個で加温できるようにしとかないとね。うちは幸いね、カウンターが2段になってて、その下の段にね、入れっぱなしにできるからで、これは助かったね。すぐ電源入れてね、まあなんかやってるうちに温まっちゃうからね。ホットカーラー使うコツね、若い人の方がうまいんじゃないかな。よく乾かしてね、シャンプー終わった後だとね、こういうふうにしっかり乾かしてもね、必ず水分って残るんだよね。ちょっとでも残ってるともう乾かなかったりするからね。こちらの方は右のバックサイドの上がちょっと乾かなかったね。一晩寝て乾かした状態とね、シャンプー終わった後しっかり乾かした状態だと全然違うんだよね。髪の毛がやっぱり水分残ってんだよね。で、一晩寝て乾かしたやつってのはもう完全に水分が抜けちゃってね、もうホットカーラーで巻いても癖がつかなかったりするからね。まあ、こういうマダム系のおばさんのね、強めのパーマね、強めにパーマかけてさ、ソバージュにしてるわけじゃないんだよね。あのセット剤つけて洗いっぱなしにしてるわけじゃないんだよね。だから強めにかけたらブローできないですよってね、でも強めにかけてたら、強めにかけたらじゃあ洗いっぱなしなのかなって思うけど、そうじゃないんで、家で巻いてるんでカーラーでね。そこをよく聞いてね、家でカーラーで巻いてるお客さんっていうのはやっぱり美容室でもね、カーラーで巻いちゃう、ホットカーラーで巻いちゃうと、おそらく若い方でもおばさんパーマできないっていう方でも、カーラーで巻くの覚えたらできるようになっちゃうかもしれないね、もしかしたらね。こういうのもね、ルールの厳しいチェーン店だとね、ホットカーラーで巻いたら1500円余計に取れとかね、そういうこと言ってるとやっぱなかなかうまくいかないよね。だから小さいね、一人サロンなんかでね、やってる若先生だったらね、まあホットカーラー巻いたってブローしてるより楽だから、精神的に楽だからね、それはお金に換えられないからね、まあホットカーラーってのは見直して使い直した方がいいよね。あとやっぱり普通のカーラーで巻いてドライヤーに入れるっつうのもね、あれきっちりね、濡れた状態で巻いてね、ドライヤーにぶち込んで30分も40分も乾かすとね、やっぱり綺麗には綺麗だけど時間かかりすぎるからね、今時ね。はい、美容雑誌からね、美容室を変える、一人サロンの無限の可能性を引き出す、模範解答がないから可能性を試し続ける、かっこいいね。天気を捉え、ためらわずチェンジ、
仮説を立てて即行動、検証を重ねて結果を出す。まあ、言葉は綺麗な言葉がね、日本語が並んでるね。一人サロンをあえて選ぶお客様は、一人サロンでしか解消できない不満があるからではと。ならば今までのサロンの常識とは、スタッフのいるところが前提の常識だから一人サロンでは通用しないと見抜いたと。まあこちらのね、若旦那ね。サービスや接客などについて、こんなことをすれば一人サロンを選ぶお客様に喜ばれるのではと。スタッフのいるところが前提の常識っていうのはさ、ガチャ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 やるような店じゃない。で、まあ、普通の上品なお店だったらスタッフがまあ 5,6 人いてもマンツーマン形式、まあ、たまにアシスタントの方がね、ゆすいだり何かしたりする程度、お手伝いする程度で、基本施術はね、カウンセリングから仕上がりまでね、一人の技術者がね、ちゃんと対応するっていうの。だからこれは低料金店の話だよね。普通の上品なお店はそんなことはしないよね。やっぱり一人サロンと同じだよね。一人サロンの、まあ、欠点書いてあるね。サロンの中には自分一人しかいないから、今やっていることが本当に正しいかどうかわからないんです。一人サロンだとね、入ってくる情報がね、ディーラーとか美容雑誌、まあ、今 YouTube とか SNS 系ね、でやっぱりいいとこ取りでみんな教えてくれるからね。パーマなんかね、かっこよくね、おばさんをね、20ミリで巻いてます、23ミリで巻いてます、もっと太いんで巻いてますみたいにね、いかにもかっこいい今風の仕事をね、ばっかり動画に載せたり、写真に載せたりするけど、実際現場じゃそんなかっこいい仕事してこないよね。もっと細めでさ、地味に巻いてるっつうの。逆にね、複数名いるお店でもね、やっぱり複数名だけの世界になっちゃうんだよね。外からの情報がっていうか、外のお店のね、仕事の仕方っていうのがわからないとね。意外と美容室ってのは閉鎖的ね、鎖国っぽいところがあるからね、まあ、講習会行ってる先生方も多いと思うけど、講習会だとやっぱり綺麗なとこしか見せないからね。綺麗なところというより非日常的な仕事の仕方を見せて、みんなを喜ばす、感動させるようなとこあるからね。まあ、みんなが知りたいのはやっぱり非日常的な仕事じゃなくて現場の仕事だよね。それこそね、ホットカーラーは、まあ、雑にザクザク巻きましょうみたいにね。細めより太めでザクザク巻いた方が扱いやすいからね。で、やっぱりこういう仕事っていうのは手際よくやんないとね、ホットカーラーで巻いて、巻いた、外した、仕上がったみたいにね、イリュージョンのごとくにね、もた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 やってるとね、いいわよ、帰るわってなっちゃうからね。で、はい、こちらの先生ね。転板品が売れる考え方と行動を導く。仮説、転板品が売れないのは転板品の効果的な使い方がわからないからでは。転板品の効果的な使い方も何もさ、今そこらで売ってんじゃん。使い方を教えるね、復唱してもらう。使い切っていない転板品があるなら、適切な使い方を教える。適切な教え方をしたって、なんか匂いが嫌だとか、なんかベタつくとか、なんかいろいろあるんじゃないの、お客様ね。転板品が売れないのは、転板品の良さを実感できてないからでは。転板品だって本当にオカルトだよね。サンプルをその場で使ってもらうと、理屈だけでなく香りなどでも訴える。香りってのは好き好きあるからね。転板品が売れないのは高くて購入をためらってるからでは。あとね、転板品をこういうね、売れるお店っていうのは、そこの先生に嫌われたくないから、付き合いで転板品買ってるっつうの。これはね、よくある話だよね。そこの先生に嫌われたくないからね。美容業だけじゃなくてね、鍼灸院みたいなとこ、マッサージ屋さんもそうだけどね、やっぱりこうやれば治るんだよって先生に言われてね、で高い金ね、で1週間に3回来なきゃいけねえってんでね、数千円ね、1日おきに行ってね、そうすれば治るんだみたいにね、騙されてね、で後で気がついてね、騙されたじゃないけど治ってないと。まあ、よくある40肩50肩、あんなすり減った軟骨がさ、改善してるわけじゃないんだよね。何かが良くなって、なんで治るんだろう、あれね、自然に治るんだよね。だからこれは治ったでしょみたいにね、まあ洗脳してね、1週間に3回1回ね、5000円だ8000円だでね、高齢者からね踏んだくって、もうそれ気がつくとね、もう騙されたと。まあ、騙されたと言っちゃ申し訳ないけどね、でも女のお客さんっていうのはね、家にじっとしていてもね、不安がこう広がってくるからね、
3ヶ月に1回とか2ヶ月に1回定期検診かなんかに行ってね、 大先生にね、あ大丈夫ですってね、なんか笑顔で、あの、うん、問題ないですよとかとか優しい言葉かけられるとね、まあ、幸せホルモンが出るんだろうあれね。まあ、そういう場合はね、あの交通費のが高いぐらいだよね。1回の、ま、なんかいくら払うか分かんないけど交通費のが高い。じゃなくて町のね、近所のね、鍼灸院なんかね、とにかく高い金でね、週3回来なきゃ治んねえみたいに言ってね、うん、もうちょっと、あもう儲け主義ってなっちゃうよね。でもそのぐらいやんなかったら儲かんないのかもしんないよね。はい、でこちらの先生、天板バカ売れ100のアクションっていう本を、本まで売ってるよ、いっぱい並べて20冊以上置いてあるね。30冊近く置いてあるかね。あとコーム持ってるよ、ヘアダイコーム、イヤーキャップ持ってるよ、チューブ絞りも売ってるよ、ヘアダイカップも売ってるよ。何でも売っちゃうねこの人はね。あの物が売れる人ってやっぱりそのセンスっていうの持ってるよね。うちのお客様でも一人いるんだよ、なんか健康食品売るのがうまい人。そのお客様はおそらくバカ売れ100のアクションなんていう本読んでないと思うんだよね。だけどやっぱりセンスがあるから、うん、見た目普通のおばちゃんなんだけど結構売るセンスいいねあれね。これはもう真似できないよね、持ってるものってのあるからね。まあ自分なんかはね、車関係で言ったら車製作の方だからね、で売るのは営業マンだからね、まあ、こういうセンスっていうのはね、持ってるもん持ってないもんあるからね。天板品売るのがね苦手な人は無理に売らないのが一番ね。できないことをやると無理があってボロが出るから、自分なんかもうさっぱり売る気ないからね。こうやって言うとね、それはやらねえからだとかね、本読まねえからだとかね、まあいろんなあれがあるかもしんないけど、やりたくないことはね無理にやんないのが一番ね。楽しいことをやった方がいいよね。人生楽勝で生きていきたいよね。それじゃダメだよなんてね言われるかもしんないけど、めんどくさい、もう今更ね苦労したくないよね、楽勝で生きていきたいね。まあ自分の性格はね、天板品なんか売るような性格じゃないからね。それだったらね、この鏡をさ、まあ皆さんつけてると思うけど、これを簡単な改造でさ、ハリウッドミラーにできねえかなと思ってね。でお客様もね、高齢化になってくるとね、シワが映ったりすると嫌だからね。で色温度も調整して肌の色が良くなるように、なんか LED でまあちょっとハリウッドミラーっぽく、鏡に映った年配のお客様、若い方ももちろんだけど、美しく綺麗に見える鏡の状態にしたいよね。色温度とか合わせてね、シワが映んないことだね。うん。そんでもって買ったら女性でも簡単に取り付けができるようなもので、肌の色を美しく見せてシワを隠して眩しくないものね。化粧用に使うわけじゃないからね。まあなんか作れねえかなってね、あの電球の質ね、ちょっと考えてる。はい、お疲れ様でした。
で巻いてね、あんまりでかい頭にするとね、魔法使いのおばさんって言われちゃうからね、これちょっと注意だね。はい。